狭山市内循環バス、狭山市内循環バス、狭山市内循環バスは、埼玉県狭山市が運行する、コミュニティバスである。愛称は、茶の花号。1998年4月29日運行開始。西武バス狭山営業所が運行を受託している。市内の一般路線バスが通っていない地域を中心に、運行している。 市内の西武鉄道各駅を発着、経由する循環路線が運行されている。1998年4月29日運行開始。コースにより日、木、土曜日運行と水、金、日曜日運行と分かれスタートした。2001年6月1日から6コースでの運行となった。運行開始時より西武バス。 川越営業所が受託していたが、鞘山営業所の移転新設に伴い、2002年9月に、鞘山営業所へ移管され、専用車両2台も転属した。2011年4月1日に、ダイヤ改定及びルート変更により8コースでの運行となり、日曜日と12月29日から1月3日が運休日となった。2018年12月3日に、 ダイヤ改定及びルート変更が行われ、7コースでの運行となった。この際に、や山市域外へのルートが新設され、や山市役所を経由するルートが消滅した。2019年10月1日の消費税増税により、運賃を値上げし、現金運賃230円以上の区間で10円、IC 運賃175円以上の区間で3から6円の値上げとなった。 75歳以上の高齢者市民対象の特別乗車制度については変更なし。これにより最高運賃が現金運賃320円から330円に改定された。日曜日と年末年始の12月29日から1月3日は運休。かつては月曜日が運休で祝祭日、振替休日の場合は臨時に運行される場合があり。 前もって運行日と運行ルートを、市の広報などで告知するようになっていた。運賃は、後乗り後払いの整理券方式で、初乗り100円からの区間運賃制。小学生は50円均一、未就学時は無料。乗り継ぎ割引券、定期券の発行はない。支払いは、現金のほかパズもスイカ等の交通系、IC カードが利用できる。過去には、 バス共通カードも利用できた。市内在住の75歳以上の高齢者、障害者手帳などを所持する障害者には、申請により、特別乗車証を発行している。特別乗車証は、高齢者用、障害者用の2種類があり、高齢者は100円均一、障害者は無料で乗車できる。また、後期高齢者医療費保険者証など年齢を確認できる。 証明書の提示でも高齢者割引運賃で乗車できる。主な停留所のみ掲載。2018年12月3日の改正以降の路線。8コースから7コースへ路線再編された。水府コース奥富、佐山コース、堀金コース、入祖東コース、入祖西コース通勤通学コース通勤通学コース2018年12月3日の 改正以前の路線2011年4月1日の改正により8コースでの運行となっていた。水不循環コース柏原循環コース奥富、循環コース堀金循環コース、入磯東循環コース、入磯西循環コース通勤通学東海山コース、通勤通学バス、入磯駅コース2011年4月1日改正以前の路線西部池袋線。 東海山公園駅北口そばにある、や山市ふれあい健康センター、サピオ東海山を拠点に、コースごとに曜日を明けて6コースで運行していた。全員コースで1日3往復の運行であった。日、木、土曜運行コース水、金、日曜運行コース車椅子リフト使用不可能な、バス停あり。ABCDFGHIJ e F, G, H, I, J, 市内循環バス。 茶の花号さや山市公式サイト2019年10月11日更新2020年2月23日閲覧市内循環バス茶の花号の運行ルートなどが変わりますさや山市公式サイト2018年11月20日市内循環バス茶の花号の運賃を改定しますさや山市公式サイト2019年9月9日ありがとうございます